はい、今日はビームスのコラボトミカだね。フォルクスワーゲンザビートルを開けていきます。じゃあしっかり見ていきます。でボディの塗装はこれはちょっと艶消しっぽい塗装になってるのかな。でこのバンパーの部分とフロントのフェンダーはオレンジだね。でここのボンネットの色はイエローになってます。ルーフの部分はグリーンだね。深緑色っぽい色だね。で横から見るとドアの部分は茶色だね。この部分がブルーになってリアのフェンダーの部分はレッドだね。じゃあ正面から見るとフォルクスワーゲンのエンブレムがプリントされてるね。ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。で後ろを見るとこの部分にフォルクスワーゲンのエンブレムがプリントされてます。で何気にテールランプはレッドの塗装がされてます。このフェンダーの部分の色と違うレッドだね。あ、で反対側はまた違うカラーリングなんだね。ドアの部分がブルーでこの部分が茶色だね。でギミック的な部分はタイヤがサスペンションがついてます。でドアは特に開いたりはしないね。で裏を見ると2012年のナンバー33番だね。でフォルクスワーゲンザビートルの写真になってます。で箱の方を見てみるとでこの部分だね。トミカとビームスのロゴがコラボされてるよね。スペシャルカラーって書いてます。で横の方はこんな感じだね。で後ろの方はそうだね、トミカのロゴがこれだよね。で製造はタカラトミーで販売はビームスになってるね。であと箱の中にはステッカーもついてました。このロゴがトミカのいつものロゴだね。でトミカとビームスがコラボするとこのロゴになるんだね。なんかちょっと不思議な感じだね。はい、今日はトミカとビームスのコラボトミカ着てみました。でこのトミカはビームスのインターネットのショップで買ったね。でインターネット見るとこのトミカは原宿のビームスのお店でも売ってるみたいな感じだったね。でベースのビートル可愛らしい車だけどビームスとのコラボでさらに可愛らしくなったって感じかな、まあ、実際街でこんなの走ってたらびっくりしすぎたよね。はい、今日はビームスとのコラボトミカフォルクスワーゲンザビートル開けました。じゃあおしまいです。バイバーイ。